どうもー、アーチです。今日紹介するのはこちら、デラックスガシャットギアデュアルベータや。はい、というわけで紹介しましょう。今日はこちらですね、デラックスのガシャットギアデュアルベータです。もうね、だいぶ前に本編の方ではね出てきましたけどね。はい、箱がこういう感じです。はい、乗ってますね。スナイプとブレイブ、レベル50でしたっけね。はい、で横がこんな感じ。ブレイブ乗ってますね。魔王ですよね、確かね。で反対側に、はい、スナイプの何でしょうね、これ戦艦ですかね。うん、で後ろがこういう遊び方ですね。で上に2人が乗ってますね。じゃあ早速開けてみたいと思います。中身がよいしょよいしょ、はい、ザッ、こんな感じですね。これが説明書。そしておー、でかいっすね。はい、こんな感じです。うんうん、前に出たね、パラドのね、あれと同じ形ですよね、形としては。で、こっちの方が、ベータって書いてあるんで、まあ、なんでしょう、ベータ版になるんですかね。じゃあ、ちょっと、いろいろ見てみましょう。じゃあ、細かいところを見ていきましょう。こっちがタードルファンタジーですね。で、こっちがバンバンシュミレーションズになってますね。まあ、形としては、あれと一緒ですよね。これとも全く同じ感じですよね。うん。もう、リデコって言っても、えぐらいのやつですよね。はあ、はあ、全く同じです。スイッチの感じも一緒ですもんね。はい。というわけで、じゃあ、早速、電池入れてみたいと思います。電池ボックスが、ここですね。プッシュ式の電池ボックスでこう開くタイプですね。じゃあ電池入れてみましょう。電池入れてきました。ではスイッチここですね。でスピーカーがここにあります。じゃあスイッチ入れてみましょうか。いきますよ。ガシャットギアデュアルベータ、うん、ガシャットギアデュアルベータって言ってますね。こっちどんな音でしたっけ。いきますよ。全く同じちゃいます。同時に入れてみましょう。いきますね。ああ、同じですね。ベータが増えてるだけですね。じゃあ早速変身してみましょう。まずはこっちに回転するとタドルファンタジーですよね。あ、その前にこれ何もしないで押すとどうなるのか。ゲームスタート。ああ、この3種類が鳴るみたいですね。じゃあ早速こっちに回してタドルファンタジーに変身してみましょう。いきます。タドルファンタジー、はい、大気音が鳴ってここを押します。はい、見えましたかね。上の方がタドルファンタジーで、下の方がバンバンシミュレーションになってますね。はい、でこれで戻して、もう一回決め技でここを押すと、これ何もならない。やっぱこれに入れんとあかんということですね。あー、大気音が止まりましたね。もう一回行きましょうか。はい、でこれにセットしてみましょう。こっちですね。うん、
という感じですね。反対側なんでこっちは光らないんで何も見えないですね。で抜くと、うん、全く同じですね。でこれを真ん中戻してこれを押すと変身解除ですね。じゃあ次はこっちバンバンシミュレーションズの方に変身してみましょう。いきます。でこれを押します。はい、見えましたかね。映画逆なんですよね。こっちになると上がバンバンシミュレーションで下がタドルファンタジーになるみたいですね。でこれを戻して、はい、決め技入れます。はい、という感じですね。あー、なんかこれおもろいですね。この変身が待機音が、あー、決め技になるんですね。一回解除してもう一回変身。バンバンシミュレーション。ちょっとなんかアホっぽいですね。バンバンシミュレーション。なるほど。まあ単体遊びはこんな感じです。説明書を見ると、やっぱ音声多少変わってますね。タドルクリティカルスカッシュ、ビクトリー出ませんでしたけど、っていうのと、変身音も、レッツゴーイングキングオブファンタジーでサタンアピアドセイ魔王ダブルファンタジーっていう変身ですね。でバンバンシミュレーションがこれですね。 I ready for battleship で enemies coming shot down there バンバンシミュレーションズで必殺技がバンバンクリティカルファイヤーミッションコンプリート。これ言うてましたかな。もう一回ちょっとやってみましょうか。うん。まずこっち行きますね。バンバンシミュレーションで変身して。うん。なんか軍隊チックですね。でこれ必殺技。でこっちに入れる。ミッションコンプリート言いましたね。そしたら今度こっちタドルファンタジーで必殺技。こっちはちょっと最後のが出ませんでしたけどね。まあこういう感じです。じゃあ次はゲーマドライバーを使って変身遊びしてみましょう。真ん中の状態だと何にもならないんですよね。なのでとりあえずタドルファンタジーの方に回します。タドルファンタジー、はい、この状態で、はい、待機音が鳴るので開きます。おお、なんか雄大な感じの音が流れましたね。でこれを閉めると決め技で開く。はい、という感じですね。
じゃあ次はバンバンシミュレーションの方に回して変身してみましょう。バンバンシミュレーション。いきます。最近はちょっとやっぱ違うんですね。じゃあ開きます。やっぱり単体とは違う変身音が流れるんですね。で、締めて決め技。おーという感じですね。では次はキースラッシャーに入れて必殺技遊び行ってみましょう。まずこのバンバンシューティングの方ですね。はい、じゃあ行きます。こっちの電源は切ってあります。行きましょう。こっちか。よいしょ、行きますよ。でトリガーを引くと。これだけみたいですね。ファンタジーシミュレーションズって言ってましたね。はい、ちょっと一回じゃあ外して、このキースラッシャーのスイッチも入れてみましょう。で今度はこれで、でトリガーを引く。さっきのが音ならへんかっただけですね。ちょっともう一回バンバンシミュレーションに行きましょう。クリティカルフィニッシュの方はもうこのキースラッシャーの方から鳴ってるんで、やっぱりこっちの音はあれだけですね。ファンタジーシミュレーションってなるだけですね。というわけで今日紹介したのは仮面ライダーエグゼイトからデラックスガシャットギアデュアルベータでした。前に出たパラドのねガシャットギアデュアルとほぼ同じ形なんですけど、まあ音声が全然新機能が入ってるんで、これはこれでいいんじゃないですかね。まあ今後いろいろまた出てくるとは思いますが、じゃあ今日はこの辺で、またね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。